つなびと手あげて踊り明かそうよ。こんばんまんまんまん。で、こんばんは。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 今日も公演終わりました。マジ今日はね、本当に一瞬だけ配信する。いつ終わるか分かりません。そう、多分5分ぐらいかも、ワンちゃん。そう、今日は何がなかった。え、忘れてたわ。待って、忘れてた。本当だね、言ってないわ。確かに今日、今日の、あ、今日ね、あ、そう、今日は、さっき、公演前に、TikTok を、プリマステラのアカウントで、なんですけど、押し雪と、あやめろと TikTok を撮れましたので、ぜひ、いいね、してください。あと、コメントと、リンクコピーもお願いします。煽りが強めだったね。え、なんか、そう、なんかさ、今日マジ声ちっちゃくなった。アリの耳が悪いかもしんない。ワンちゃんね。だから、なんかいっぱい煽んなきゃと思って、煽ってたら、何とかも言うの忘れてた。今日はね、なんだ？何の話しようとしたんだっけ？そう、プリマのアカウントで載せたんで、ぜひ。だから、もしここに押し行きとあやめろたちのファンがいたら、ファンの人が、友達にいる人はプリマステラのアカウントで3人が出てたよって教えてあげて。あとは、あ、そう、握手会とトーク会とツーショット会の一次販売受付が始まりました。ので、なんかさ、最初さ、握手一部、え、なんか、ケツめっちゃ綺麗にみんな2部みたいな。握手ね。サンちゃんありがとう、大好きだよ。サンちゃんラブ、ありがとう。大チキ。結婚し、絶対結婚しような。え、そう。で、握手、2部、エナ3部、水野1部みたいな。多分だけど、で、あれ、それ見たときに、え、多分、私の、部が、エナのとこにぶっ飛んでんのかなと思って。だってさ、逆に、私、SKE で、今回の握手会で、3部の人いなかったと思うの。みんな2部だったのに、エナだけ3部になってたから、それはおかしいなと思って、多分、おかしいって思って、すぐね、運営の人に言ったんですけど、その間に、なんかアリのファンの人とかも結構画像作ってくれちゃってて、そのなんか握手会の日程の画像みたいな。嬉しかったんだけど、うわ、告知できねえみたいな。もしかしたらワンチャン違うかもしれない。サイトがね、間違ってるかもしれないし、で、それを拡散するの嫌だなと思ったから、全然拡散できなくて、もう早くどうなのか教えろよって思いながら、上の人に連絡したんだけど、なんか全然多分、折り返しがあんまなくて、で、今日の、もうほんと発売ギリギリぐらいに、間違えてましたって来て、やっぱ間違えてるんかいと思って、で、ホームページが、に、なんか、さりげなく、アリのこのね、握手が5、6になってて、
で、なんかまあさ、しょうがないよ、いっぱい日程 あるからさ、多分把握しきれなかったりさ、ホームページ作るの間違えちゃうかもしれないけどさ、けどさ、なんかその間違えてましたよっていうアナウンスぐらいツイートしろやと思って、普通に。なんかさ、なんだっけ、1回に変える個数も間違えてたみたいで、それはなんかツイートされてたのに、メンバーのなんか部数がさ変わってるのはさツイートされてなくてさ、うわマジ、言葉を選びました今なんか何と思って、めちゃくちゃ失礼じゃねと思って、すごいあの怒ってるアリっていうね。ツイートされてた？え、されてたくない？しないんだけど。まあでも増えたんで、はい、ぜひ会いに来てください。マジでわかん、あれだよ、そのね、まあ、みんな会いに来てください。あいちゃん優しいんで。21時前後にあった。え？されてた？確認していい？されてたら謝るわ。ちょっと待って、されてるかにゃさあ確認の時間です。されてた？されてなくね？されてんのかな？呼ぶすしかないよね、やっぱ。え、なくない？ほら、ないじゃん。ないの！あってもよくない？さらっとなんか、なんかね、さらっと変更してさ、なんもなくてさ、私のファンの人なんか、悲しんじゃうじゃん、普通に。メンバーに失礼ですね、普通にね。だってくるみん昨日泣いてたんでしょ。結構そういうのはナイーブだから、運営さんがしっかりしてほしい。プリマの新衣装ツーショットで着てほしい。無理なんだよね。なんか握手会で着れる衣装が決まってて、借りれる衣装が、なんか今回のシングルのカップリング曲とその選抜の人は選抜の衣装しか借りれないんですよ。だからプリマの衣装は無理なの。あれ31分前にされてません。それは応募数っていうか、あの申し込めるあれね、数字だけです。だから借りたいけど借りれない。カップリング熱唱は着ようかな今回。プリマ衣装は着たいですけど、
したかったな。プリマ衣装も残念だけど中身はプリマだからし、そうです、はい。最近あれさん、ん？最近じゃない、あの髪色さ暗くしたいんだけどさ、この色でもいい気がするんだけど、ん？違う、みんながこの色の方が好きそう、意外と。私的には黒髪にしたいんですけどね。最近メイク変えたんだ。ちょっとメイク変えたからちょっと顔が違う。今ぐらいの方がいいのかな。なんか金髪まではいかないし、暗すぎないしみたいな。なんかすごいエゴさせるとさ言われるんだよね、あの有田今の髪色いいねみたいな、なんか黒だと重すぎるからみたいなって言われるとさ、今の方がいいのかなって揺らいじゃうよね。贅沢言うなら早い部あったら遠方の人も来やすいのに。え、マジでそう。てか、なんで私こんなに遅いのって毎回。なんか1週間ぐらいに入れてほしいんだけど、毎回遅い。なんで？なんで？朝早すぎると、それはそれで。ちょっとアリさん元気ないから、まあ、夜はありがたいんですけどね、ありがたいんだけどさ、遅すぎない？ゆずきさんの髪色には驚きました。あ、そう、オレンジみたいな。もうちょっと早くしてほしいな。ま、もう今回は何でもない。元気ないんかい。え、元気元気、めっちゃ元気ですよ。めちゃくちゃ元気ですよ。めっちゃ元気。なんか家帰ってくるとさ落ち着くやん一旦。めっちゃ元気です。元気だよ。最近あれなんですよね、なんていうんだっけ、睡眠が浅すぎて、なんか早く寝ても絶対夜中のには起きちゃうし、なんだろう、あれ誰かと思った、はりちゃんです。何ちゃんです。今日は影穴をしました。今日さ影穴あり完璧じゃなかった？聞いた？聞いてない人は0時になったら DMM 見れるので見てください。影穴から朝のわめきで驚いた。え、でしょ、あれも何時だろう、まあ、何時か忘れちゃったんだけど、寝て起きちゃって夜中の早い時間、2時ぐらいに、2時、ん？わかんない、なんかまあ夜中に起きちゃってで、そっから寝れなくて朝を迎えてしまい、もまめを送ってもう一回寝た。私今日影穴完璧だった。完璧だったんだけど、なんか締めも、え、なんかさ最後になんかきっかけの言葉みたいな、よろしくお願いしますを言って次のスタンバイみたいな感じなんですよ、次の曲のスタンバイみたいなね。でもよろしくお願いしますにだっけみたいな
きっかけの言葉よろしくお願いしますだっけ、いや多分そうだよな、でもどうやってつなげようみたいな、もう頭を喋りながらね、なんかいい感じのことを喋りながらこう考えて、どうやってつなげよう、でもよろしくだっけなみたいな、どうしようどうしようどうしようみたいなってまあでもその後なんかちょっとコントみたいになっちゃったんですけど、多分喋ってることはめちゃくちゃいいこと喋ってるそう、今日美女いい、え、アリさんは分かったことがある、マジこの髪色で今のメイクであのストレートが一番漏れることに気づいてしまった。最後の挨拶、でも最後の挨拶もなんだかんだ完璧だから、あれはなんか周りがちょっといつもとねみんなが言う言い回しと違ったからちょっとなんかざわついたけど、いい感じですからギリ、メメロ押しゆきとの TikTok はいつだったの、え、今日です、今日のあのメイクした後撮った、家の練習なんてするわけないやん、いい感じだったよね、それな、いやマジで今日は鍵穴超完璧だった握手会大阪か京都復活しないですかね、しないよ多分、行きたいけどね、アーリー的には来てください、名古屋と東京しかないんですけど、幕張と愛知スカイエキスポ、めちゃくちゃ東京行くわ、毎月毎月東京あるし、名古屋もある、今日初めて公演来ました、アリ推しになりました、ありがとう、嬉しい嬉しい、楽しい、ビタミン C、 デートに行くならディズニー C、 高速道路は ETC、嬉しいな、嬉しいな、アリさん幸せにするよ、昨日の白い服可愛かった、白い服着てたっけ、あ、コート、冬のエアコン設定温度何度、え、26とか7とか、パシーコ横浜でやってくれたらアクセス楽なのに、なんかさ、なんでもないアクセス会仙台でどうし、ないです、行きたい、遠征したい、なんか今年いっぱい遠征できたらいいな、2024年は遠征がしたいな、全役ないね、そういえば、ほんとだ、握手会行ったことなくて初めてでも大丈夫、もちろんもちの論ですよ、それはアリちゃん神対応ですよ、キラーン、充電ない、充電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 、遠征したいな、どこ行きたいかな、仙台とか熊本とかは行きたいし、なんか行ったことないような、なんかプライベートで絶対行かないさそうなところとかも行きたい四国九州行きたい、めちゃくちゃ行きたい、
あれなんか遠征大好きなんだよね。なんかホテル泊まるのとかも結構好きで、なんか手を引っ張られて焦った好きになりそうです。え、手引っ張ったっけ。握手会の話、びっくりした。今日の公演かと思った。触れてなくねと思ってびっくりしちゃった。アリさんは初めてでも大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。星は二つで後になってイエスを逆で猫み嬉しい。みんなみんなファンの人がアリの握手とかのセールスしてくれてる。アリちゃんはマジ優しくてマジ可愛くてマジ顔小さくて神対応です、です。この前の MC から異形の帽子が気になってしょうがなかった。やめてよ。もし早くそろそろ誰か落としてくれないかな。アリタン公演お疲れ様。お疲れ様。都内も来てほしい。え、都内はさ、でも結構行ってるくない？現場レポ。プリマきっかけでサイン会申し込み、ありがとう。あらあらす。熊本行きたいな。熊本。熊本行きたい。どこ行きたいかな。いっぱい行きたいとこありすぎて難しい。なんか各地方に友達欲しい。47都道府県に友達いたらめっちゃ楽しくない？みんな申し込んでない。ロンティー乾燥機かけたら縮んじゃったからもう一枚か。危ない。みんな洗って乾燥機かけるときは注意しましょう。プリマの追加公演で買えるんじゃない？買えます、大丈夫。各地の家、友達の家に泊まるから遠征しても宿題、宿代かからない人いいな。マジ結構さ、地方に友達いるとガチ助かるよね、そういう時。今日の公演で一番アイドルで輝いてました。ありがとう。アリさんはアリさんは天才なのだ。天才なのだ。こんばんは。でもなんだかんだなんか東京に友達いっぱいいるとありがたいよね。なんか東京行くことがさ、やっぱり名古屋の次に多いからさ、東京になんか泊まらせてくれる友達いたらめちゃくちゃいいよね。みんなも遠征するときは友達作っとこ。今の聞こえてた？待って、あのさ、今ジジから電話かかってきてさ、ショールームしながら出たんだけどさ、今のって聞こえてるの？え、なんかあれ画面切り替わると思ってさ、一回画面止まるかなと思ったんだけどさ、そのままできちゃったんだけどさ、聞こえてた電話？あ、聞こえない。よかったー、聞こえてないんだ。半目でフリーズ。あ、無音になった。よかった。
どうなってんのかと思った。ということで配信を終わりたいと思います。ありがとう見に来てくれて。誰だっけ、さんちゃんかな、ギフトくれた人ありがとね。またそのうち配信しますので、バイバイ、おやすみ、またね。